皆さんこんにちは。レック専任講師の木村と申します。今日は皆さんにゼロから始める合格プラン、これは初めてでも安心ということで、土地家屋調査士試験という試験に、チャレンジする上で、どのような勉強をしていったらいいのか、そもそも土地家屋調査士ってどんな仕事をするのか、こんなテーマで、少し皆さんにお話をさせていただこうと思っています。1時間弱ぐらいになると思いますけれども、お付き合いください。よろしくお願いします。はい。初めてでも安心、ゼロから始める合格プランということで、このガイダンス、聞こうとしてくださっている方というのは、少しでも土地家屋調査士という、仕事に、興味を持たれている方なんじゃないかなと思います。実際に土地家屋調査士という仕事が、メジャーな仕事かって言われると、そうではないですよね。実際、私の経験談なんかも元にね、お話しさせていただこうと思っていますけれども、私は実際こう身内の方にね、土地家屋調査士という先生がいるとか、そういったことは一切ない環境で育ったので、土地家屋調査士という資格を知ったのは、15年前ぐらい、もうちょっと前かな、20年ぐらい前になるかと思います。で、これを知ったきっかけというのが、やはり、他の資格試験の勉強をしていて、こんな資格があるんだっていうことを知ったんですね。で、皆さんの周りもおそらく、同じような環境なんじゃないかなと思います。周りに土地家屋調査士事務所があるような、環境で育ったとか、ご両親が、土地家屋調査士をやっているとか、ご親戚がやっているとか、そういった環境でない限り、なかなか土地家屋調査士の先生と出会うきっかけってこれ実はないんですよね。ましてや、若い頃ならもっとそうだと思います。で、この土地家屋調査士の魅力、まずここからお話ししたいと思います。土地家屋調査士、市という言葉がつく、いわゆる私業ということになります。だからこれはもう独立して開業していくための資格、そんな風に考えてください。例えば、私は実際他資格の学習をしていってこの資格を知ったんだということを今も申し上げましたけれども、これ宅建の試験、皆さんの中にも宅建持っているっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。宅建の勉強をしていて、やはり不動産について学ぶうちに、こんな資格があるんだっていうことを知ったというのが、実際のところです。で、ちょっと調べていくとすごく魅力的な資格だなっていうふうにね、これ感じました。これなぜかというと、これ土地家屋調査士だからできる仕事、もっと言うと土地家屋調査士でなければやっちゃいけない仕事っていうことになってくるんですね。そうすると自分じゃなきゃできないっていうことを、これ仕事にしたい、こんな風に思っている方にはもうこれうってつけなんじゃないかなと思います、じゃあそもそも具体的にどんな仕事をするのか、漠然と土地家屋調査士という名前から、土地や建物、要は不動産に関しての何かをするんだろうな、その通りです。でも例えばその土地や建物を売ったりとか貸したりとか、そういうことではないんですね。どういうことをするのかっていうと、これは日本の不動産っていうのは、これは土地に関しても建物に関しても、これ登録制になっています。登録制、これを登記というふうな形で言うんですけれども、要はどんな土地ですよ、どんな建物ですよっていうのは、これは登録しておいて、で、誰でも、こんな土地なんだ、こんな大きさでこんなふうに使ってる土地なんだ、この建物は何階建てで、どんな構造で、何平米ぐらいの床面積があって、で、どんな用途に使っているんだ、これを誰でも見られるようになっている。
ね、手数料を払って誰でもそれを確認できるようになっているわけです、ね、でそれをどんな土地なのかどんな建物なのかっていうのを登録、まあ、登記と言ってしまいましょうか、登記する、ね、これを所有者に代わって代理人として行うことができる、これを業とすることができるのが土地家屋調査士ということになります。今どんな土地なのかどんな建物なのかっていうふうに言ったのは、例えばこの土地、ね、誰が所有権持ってるのか、ね、で抵当権とかそういった担保になっているのか、これはまた土地家屋調査士ではなく司法書士さんたちの仕事ということになってきます。だから登記というふうに言っても、これは大きく分けると2種類あって、私たちがどんな建物なのかどんな土地なのかっていうその物理的な現況を表示する、これが表示に関する登記、ここを土地家屋調査士がもう独占的に所有者に代わって代理人として登記の申請を行うという部分になってきます、ね、で権利部と言われる権利に関する登記に関しては司法書士さんたちのテリトリーということになるわけですね。でどっちかというと、やはり司法書士というふうに言うと比較的、まあ、知ってるよ、もしくはまあ聞いたことはあるよっていう方、これ増えてくると思います。司法書士さんたちの方がまあメジャーですよね。でも権利に関する登記っていうのは、これは所有者側に申請義務はないんです。だから自分が所有権持っている、この建物の所有者だって言ってもやらなくちゃいけないっていうわけではない、ね、ただ自分の権利をまあ守りたい、この建物自分のものなんだっていうのを第三者に主張したいんだったら、それは当然普通だったらね、権利の登記はするでしょう、ね、でも申請の義務っていうのは課せられてない。でも逆に表示に関する登記、私たち土地家屋調査士が所有者に代わって行う表示に関する部分は、これは申請義務が課せられる部分なので、例えばごめんなさい、例えば建物建てましたよっていうふうに言ったら、これは登記をしなきゃいけない、やらなきゃいけないんです、ね、ってことは土地や建物がある以上仕事がなくなることはない、ね、そのような、まあ、安定という部分でも仕事がなくなることはないのかな、ね、まあ、そういったお仕事になってきます。まあ、この時代、例えばね、まあ、大手の企業に入ったからって定年まで安泰だっていうような時代ではもう今ちょっとなくなりつつありますよね。そういったことを考えた時に、これいずれ、ね、もう自分の意思で仕事をしていきたい、ね、自分のペースで仕事をしていきたいとか、あとはもっともっとやりがいを求めたいとか、ね、そういったことを考えて、この土地家屋調査士という試験にチャレンジしようと思う方は、これ実際にたくさんいます、ね、だから今は普通に会社員として働いているんだけれども、今のうちに資格を取っておこう、ね、こんなふうに思いながら、今学習している、ね、受講生さんもたくさんいらっしゃいます、ね、もちろんお家がね、土地家屋調査士事務所やっていて、これ絶対取らなきゃいけないんだっていうような、ね、方ももちろんいらっしゃいます、ね、この土地家屋調査士の受験生っていうのはもう本当に幅が広いです、ね、で受験資格っていうのも特にこれないので、ね、これ自由に受けることができます。例えば大学卒業していなきゃ受験資格もないよとか、そういったこともね、これないので、非常に受験生は幅が広いです。ね、もう20代の方から、あとはもう70近い方まで、ね、本当に幅が広いので、もうさまざまな方にチャレンジしていただきたいっていうふうにね、個人的に思っています。で中でもやはり女性まだまだ少ないんですが、これかなり増えてきています、
ね、で女性でも十分にやっていける仕事だというふうにね、私は思っていますので、この後どんなことをするのかなんていうのはね、具体的にパンフレットで一緒に見ていきたいと思います。はい、でそのパンフレットなんですが、お手元にある方は一緒にねこれ見ていきたいと思います。2019年の合格目標、初学者向けのパンフレットということになります。で今まだね手元にないという方は、今日は、ね、このガイダンス聞いていただく上では画面見ていただければ十分なので、画面見ながら一緒に、あ、こんな仕事なんだ、こんな試験なんだっていうことをね確認していただいて、後から請求していただければね、結構ですからね。で実際に、まあ、登録制なんですよなんていうお話をしましたけれども、これどこで管理しているのか、ね、要はこの土地やこの建物、ね、どんな土地なのかな、どんな建物なのか、ね、これは全国の登記所という場所、ね、まあ、もうちょっと分かりやすく言うと法務局っていうと、ね、皆さん聞きなじみもあるのかなと思いますけれども、そこで管理しています。で実際にどんなものなのかちょっと一緒に見てみましょうか。はい、これ実際にレックのテキストの、ね、抜粋なんですけれども、皆さんももしね受講していただくなんていうことになった場合は、こういったテキスト、ね、テキストの中に登記記録っていうのはこんなものなんだよっていうのも具体的に示しながら、きちんとね初学者でも分かりやすく講義していきますので、安心してね、受講していただきたいとぜひ思いますけれども、これ土地の登記事項証明書、ね、登記事項証明書なんていう言い方をして、これ実際登記記録の内容を書面にしたも示したものということになります、ね、で昔は登記簿なんていう言い方をしていました、ね、で登記簿登本なんていう言い方をしていましたけれども、今はすべてコンピューターで管理しているので、コンピューターで管理しているものを請求したらこのようにプリントアウトして、ね、これ出してくれるということになります。はい、で私たちは表示に関する登記、ね、これを所有者の方に代わって申請を行う、ね、こんなお話を先ほどしましたけれども、その表示に関する部分というのはここなんですね。表題部というふうに書かれています、はい、ここでこの土地がどんな土地なのか、ね、物理的現況を示していくということになります。ね、まずどこにあるのかな、所在地番、ね、そして地目、分かりやすく言うとどんな用途に使われているのかな、これ宅地ですよって書いてあるので、まあ建物の敷地になっているっていうことになります。そして地籍、どのぐらいの広さがあるのかな、こういったこの土地の物理的現況をまずは公示する、ね、でこれはやらなきゃいけない登記ということになるわけです。はい、でここ所有者というふうにありますが、誰の所有なのか、はい、でこのあと権利部というふうにあります。はい、ここは私たちのテリトリーではなくなってくるわけですよね。権利部というふうに言ったら、これ所有権だとか、あとは抵当権だとか、ね、要は権利に関する部分ということになるので、まずは土地家屋調査士というのは、この頭の部分、ね、この表題部と呼ばれる部分に関して、所有者の方に代わって登記を申請することになる。でこれが土地です。
で、その他にあと2種類あって、はい、建物です、ね、でも引く分建物なんていうふうに書いてあります、ね、どんな建物なのかって言ったら、これはまあ普通の、ね、要はマンションとか以外の普通の建物っていうふうに考えてもらえればいいと思います、ね、マンションとかそういったものはまたちょっと別なんですね。はい、でもやはり作りはさっき見た土地の登記記録と同じですよね。表題部があって、あとはここは権利部、ね、分かりやすく言うと上は土地家屋調査士が、下は司法書士がっていうような区別になります、ざっくり言うと。まあ、だから両方の資格を持っていれば両方できてしまうということで、これダブルライセンスとして両方の資格を持っているっていう先生もね、これいらっしゃいます。はい、ただまあ明確に分かれていて、土地家屋調査士は表題部、司法書士は権利部というふうにね、これ明確に分かれているんだっていうことをちょっとね、今知っていただきたいと思います。はい。で、やはり建物もどこにあるのか、所在、ね、そしてどんな用途に使われているのか、居宅、ね、もう普通のお家ですよ。で、どんな構造なのか、ね、木造、瓦葺き、2階建て、ね、ここが鉄骨造りだったり、鉄骨、鉄筋、コンクリート造りだったり、ね、まあいろいろ出てきます。屋根も瓦葺きだったり、あとはスレート葺きなんていうのもありますし、あとは六屋根なんていう平らな屋根もあります、ね、で、あとは何階建て、ね、主な構造、そして屋根の種類、そして階数、ね、構造っていうのはこの3つで表していくんだな、ね、そして床面積、これもやはり土地と同じように物理的現況、どんな建物なのかっていうのが分かるようになってるわけです。はい、そして先ほどマンション以外ですよなんていうふうにね言いましたけれども、マンションなんかはこの区分建物という種類に入ってきます。はい、そうすると さっきの土地や幾分建物と比べて表題部長く感じませんかね。実際長いんです。はい、で、まあ、なぜ長いかというと、これまあマンションのようなものですよ。で、マンションをイメージしてもらうのが一番わかりやすいと思うのでね、まあ、マンションを例えてるんですけれども、ここでちょっと分かれてるんです。これ上半分がもう一棟の建物の物理的現況、ね、下はそれぞれの部屋、ね、マンション一個一個の部屋の物理的現況、こんなふうに分かれてるんです。ね、まあ登記事項証明書というのを請求すると、まあこういったものが出てきて、でどんな建物なのかっていうのが分かるようになってますよ。ね、で権利部を見ると誰が所有権を持っていて、その他にどんな権利が登記されてるのかなっていうのも、これ誰でも分かるようになっている。まあ、登記記録というのはこういったもので、これはそれぞれの管轄する登記所、ね、で全て管理していて、誰でも今はね請求すれば手数料を払ってこういった内容を確認することができるんだっていうことになります。ね、で実際にじゃあ例えば建物建てました。
ね、土地も一旦登記しました。そしたらもうそれで何もすることなくなるのかって言ったらそうじゃないんです、ね、そこからやはり例えば土地だったら例えば駐車場として、ね、ずっと使っていた土地、ね、駐車場をやめてそこに建物を建てました。まあそんなこともあるでしょう、ね、そうすると土地のね登記事項証明書に来ましたけれども、この地目という部分、ね、これ今宅地になってますけれども、これ駐車場だった場合はこれ宅地じゃないです。駐車場の場合は雑種地なんていうね、ちょっともう聞き慣れない言葉だと思いますけれども、要は用途が違うわけです、ね、でそれを宅地にしたよって言ったらここが変わってくるわけで、現況とそれから登記記録の内容、これ一致していないとこれ意味がないわけだから、ここ変えましたよっていうふうに言ったらやっぱりこれ変更する義務が所有者にかかってきます。で例えば建物でも種類、これ居宅というふうにね登記されているので、普通に人が住んでいる家ということになるけれども、これ店舗にしましたよ、ね、もうお店始めちゃったんだ自分の家でってことになってきたら、ここ種類が変わってきます。居宅じゃなくて店舗になります。であとは狭くなってきたからちょっと増築した増築したとなったら、これ床面積も当然変わってきます、ね、ここだって3階を増築したんだなんていうことになったら、これ2階建てじゃなくて3階建てになってくる、ね、やはりこの登記記録で登記した内容と現況が変わってくるということになったら、そのままでは全く意味がないわけですよね。だからこれもやっぱり所有者等に申請義務がかかってきます。そういったことでもやはり土地家屋調査士の仕事っていうのはこれはどんどん発生してくるということになります。はい、実際にちょっとパンフレットを使って見ていきましょう。はい、持ってる方はね4ページちょっと開けてみてください。4ページ5ページでざーっとね、つながってると思うんですけれども、はい、4ページ左上の部分にこんな時に登記が必要にというふうにあります。はい、家を新築もしくは増築した、はい、もうこれは所有者が登記の申請しなければいけませんね、家を新築したって言ったら登記記録を作ってください、新しく作ってくださいっていう表題登記というのが必要になります。新築する前は当然登記記録なんてあるわけないから、ここで新たに登記記録を作ってもらう。で増築したということになると、はい、何度もねお見せしますけれども、この部分が変わってきちゃうよね、だからここ変更しなきゃいけないよねっていうことになってくるので、表題部の変更登記というのが必要になってきます、ね、これやらなきゃいけない登記が必要になるわけです。はい、それから先ほども言いましたよね、これも土地の利用状況、地目を変更した、ね、駐車場をやめて家建てるんだ、ね、家が建ったらそれは宅地になりますよねっていうことで地目変更登記っていうのをしなきゃいけなくなってくる、ね、あとは土地を2つに分割して片側の土地を売りたい、はい、こういった依頼もこれ実はたくさんあります。例えば広い土地を持っている人が、ね、使ってないから半分売りたいなんていうふうになった時に、じゃあ土地
ね、そのままで一部を売りますよ、ね、でその一部についてじゃあ誰かに売りました、ね、買った人は自分の所有権の登記をしたいですよね。この権利部と言われる部分にこの所有権の登記をしたいです、ね、その時に土地は一筆の状態、土地って一筆二筆なんていうふうにね、筆っていう字で数えるんですけれども、土地が一個の状態でその一部だけの所有権移転登記っていうのがこれできるかって言ったらこれできないんです。だから土地の一部を誰かに売りましたっていうふうになったら、これは必ず分筆登記っていうのが必要になってくる、ね、これ土地を分ける、ね、分ける筆っていうふうに書いて分筆登記なんていうふうに言うんですけれども、要はその売る部分はそこを一個として、ね、しておかないと所有権移転登記っていう、要は登記ができないわけです。だからそのような広い土地があって一部を売りたいなんていうふうになったら、もう土地家屋調査士の出番です、ね、あとは売りたいじゃなくても相続が発生したなんていう場合もやはり分筆の登記っていうのはこれ必要になってくることが多いです、ね、要はその土地の所有者が亡くなりました、ね、で相続人3人いますで3人で共有という形じゃなくて、土地せっかく広いんだから3つに分けてそれぞれ単独所有というふうにしたい、ね、それぞれの相続人が単独所有で所有権の登記がしたいっていうふうになった時も、やはり一部を売るのと同じような形で、じゃあそこで分けてそれぞれ単独所有とする権利の登記っていうことになってくるので、やはり相続なんかが発生した時も土地家屋調査士の出番、ね、こういったところで活躍することができます。はい、だからこんな時にまず登記が必要になってきますよ、ね、具体的にどんなことをしていくのか、ね、まず現地見るっていうことは欠かせません、ね、もう現場に出るの嫌だなんていう方は向いてないですね、このお仕事は、ね、必ず現地を調査します。はい、そしてもう分筆の登記だったりも土地に関するものはやはり測量、ね、今この測量機器覗いてますよね、測量ということが必要になってきます。はい、そして境界確定なんてありますよね、土地と土地との境、ね、これを確定していく、ね、土地と土地との境なのでやはりお隣さん、ね、隣地の所有者の方に立ち会ってもらってなんていうことで、やはりコミュニケーション能力も土地家屋調査士には必要かなと思います。はい、まあこのあたりはね、もちろん実務についてからということにはなりますけれども、はい、そして現地しっかりと調査したら書類の作成、ここに何やら図面のようなものがありますよね。はい、これはまあ建物の図面かなと思いますけれども、ちょっとこれ小さいので後で実際にまあ皆さんにお見せしたいと思いますけれども、これを作るのが試験になってきます。実際にここに書いてあります書類作成のところの申請書で、この添付書類の中にこの図面も入ってきます、ね、これを作るのが試験、ね、で実際にこんなものを作れるのか、ね、作れるようになります。安心してください。
ね、もうこれを一からねしっかりと学習していきますので、全然ね今書いたことないなんていう方も不安に思う必要はないです、ね、実際実務についたら手書きなんていうことはね、これもうほとんどの方が今はしないと思いますけれども、試験は手書きです、ね、どんなものを使って作成するのかっていうのはね、定規なんかもこの後お見せしたいと思います。はい、そして登記を申請する、ね、書面申請だったり、あとは電子申請なんていうね、今はインターネットで申請することもこれ可能です。そういったところもね、講義の中でしっかりと学んでいくことになります。はい、そしてお客様に引き渡して報酬をいただく、ね、まあ、これが一般的なざっくりとね、した仕事の流れと思ってください。はい。で、下半分、4ページ、5ページの下半分のところに、1、2、3、4といった形でね、業務内容、ね、4つに分けたものがありますが、はい、試験的にはもうここ。ここをまずしっかり学ぶというね、試験になると思ってください。要は登記の申請、ね、表題部に関する登記を申請する時の申請書、それから添付書面の中の図面、ね、これを作るのが、まあ実技試験とね言っていいかと思います。はい。でその他に。2のところでは筆解特定なんていう言葉も出てきています。この3番のこの写真のね、境界確定なんて書いてありますけれども、土地と土地との境のこと、ね、これ筆解なんていう言い方します、ね、ただ筆解、ね、これは私たちがずっとね付き合っていかなきゃいけない言葉で、この言葉筆解のほかに境界というふうに言ったら所有権の境なんていうのも出てきます、ね、こういった違いなんかもね講座の中でしっかり学んでいく必要が出てくると思います。はい、あとは丸4のところで、ね、14条の地図なんていうのも出てきます、ね、実際に登記書で地図を確認しようと思った時に、この14条の地図、要は精度の高い詳しいね、きちんとした図ということになるんですが、この14条の地図っていうのが全ての登記書に備え付けられているかっていうと、まだまだ全然なんですね。実はここにも書いてありますが、備え付けは未だ十分とは言えない、ね、じゃあどんなものが備え付けられているのかっていうと、もう明治時代なんかの構図と言われるもの、ね、まあ精度もそんなに高くないけれども、なんとかね、まあ位置だったり形状だったりっていうのは特定できるのかなっていうような、そんな古いね図面が備え付けられているっていうところがたくさんあります、ね、こんなところでも土地家屋調査士が関与していく、ね、今後期待されていますなんていうのがありますね、もうこれは早くね、全ての登記書で14条地図っていうのが備え付けられればいいな、ね、ただしなかなかそんな簡単なことじゃないんだよっていうのがね、まあ、現状だったりします。はい、で6ページ7ページはい、まあ、実際に調査している内容なんていうのがこうやって写真付きでね出てきていますが、はい、まあ、彼女もね、レックの受講生、ね、ここでしっかり資格を取って今実務で活躍されている方です。はい、で女性ねどんどん増えてきてますよっていうふうにね、先ほども申し上げましたけれども、まだまだ少ないですね。で今はこう測量機器なんかも比較的だんだん軽くなってきて、もう簡単にね操作できるようになっていますので、女性が全然入っていけないような職場
っていうことでは実際ないです、ね、で、私が関わった受講生の方ももう男性なんかに全然負けたくないっていうことでね、もうガンガン仕事している人、ね、お子さん抱えながらですからね、そんな頼もしい女性もたくさんいるのでね、もしこれ聞いてくださっている方で、まあ、女性の方で大丈夫なのかなっていうふうにね、不安に思っている方がいらっしゃったら、もう外に出るのが嫌いじゃなければね、これ十分、あとはやる気があればね、別に男性じゃなきゃできないなんていう仕事ではないですからね、自信持ってちょっとチャレンジしてもらいたいなと思ってます。はい、で上の方はこれ建物の調査、そして下の方は土地の調査。土地に関してはやはりね、かなりもう崖のようなところにね行ってるような写真も出ていますけれども、平らなところばかりじゃないよっていうことがねこれ書かれています。はい、で現地を調査したら、はい、まあ、書類作成続くというふうに書いてありますけれども、実際に事務所に戻って申請書を作ったり図面を作ったりっていう作業が出てきますよっていうことになります。はい、まあ、ここまでが簡単にどんな仕事をするんだろうということでしたが、8ページ9ページ、ね、ここからいよいよじゃあ土地家屋調査士になるためにはどんなことをすればなれるのかな、ね、その試験についてお話ししていきたいと思います。8ページ、はい、土地家屋調査士試験の概要です。はい、まず試験いつなのか、ね、10月です。はい、で平成30年度よりということで、平成29年まではこれは8月が試験日でした、ね、で1年に1回しかないので、まず皆さんはやはりここを目指してしっかりと学習していただくことになります、ね、で受験資格なんかも特に制限はありませんので、誰でも受験することができます。はい、で筆記試験、試験日も10月の第3日曜日というふうにありますが、まあおそらくこうなるでしょうっていうことです、ね、おそらくというのはまだ一応予定という段階でしか法務省からも発表がないんですね、まあ、興味がある方は法務省のホームページなんかもね見ていただくといいかと思います、ね、まだ決定というものはねないんですが、まあおそらく、ね、予定だということで発表されている以上、まあ10月になることは間違いないと思います。はい、で試験の内容です。はい、まあ、ここが一番気になるところだと思うんですが、午前の部と午後の部分かれています、ね、ただ午前の部これ一応バツつけてあるんですね。なぜかというと、ここを受けるという試験のね受け方は皆さんにはしていただかないです、ね、午前の部と午後の部これ両方受けて合格したという話は、私個人的には聞いたことがありません。私が関わった受講生の中でもね、これ午前の部と午後の部両方受けて受かりましたっていう人はこれいないです。で、基本的にここを受けるということはしないので、じゃあこれを受けなくて良くするためにはどうするのかって言ったら、9ページのこの測量司法という試験を受けていただきます。でこれさえ受けなくていい方っていうのは、9ページの左半分の下の部分にちょっと出ていますけれども、ここに測量司法、測量士、1級建築士、2級建築士、ね、これどれかの資格を持ってる方っていうのはもうそもそもその時点で午前の試験が免除されます、ね、だから自分建築士持ってるんだっていう方だったらもうあえてこの測量司法っていうのを取らなくていいですからね。この4つのうちまずどれか持ってればもう午後の試験対策だけで OK、ね、でどれも持っていないっていう方、ね、どれも持っていないんだったらこれを受けましょうということになってきます。で測量司法の試験というのは5月
ということになります、ね、だから5月にこの測量司法を受けて、そしてその年の10月に土地家屋調査士試験を受けるということになる、ね、で免除資格持っていない方はこのレックの講座もこの測量司法の講座付きのコースがねもちろんありますので、ここで学んでいただく。でこの4つの中のどれか持っているという方はもう免除資格コースっていうのがありますので、コースはねきちんと選んでいただくことができます。はい、ということでここ午前午後両方狙うんじゃなくて、これは受けないね、その年の5月に測量司法、ね、免除資格持ってない方は測量司法を受けて免除資格を持った上で午後の試験だけにチャレンジするというふうなね形になります。はい、そして試験の内容、択一書式というふうに書いてあります、ね、択一というのは、まあ、これはマークシートの試験になります、ね、5つの足から正しいものを選ぶというね、試験の内容になります、ね、だから正しいのかな間違ってるのかなっていうのを判断していくということになるんですが、まあ五子択一となるとこれはきちんと学習していないとこれなかなか適当で当たるものではありません。実際に5個の中から正しいものを1個選び出す、これが4つの中から正しいものを選ぶ、間違ってるものを選ぶ、ね、4子択一と5子択一ではこれ全然違うと思います、ね、だからまずはこの20問でしっかりと合格ラインに乗せるぐらいのね点数を取っていくっていうのがまず第一関門というふうにね考えてください。でここに関してはやはり法律の学習をねしっかりとしていくことになります。いいですかね。でそこでしっかりと点を取る、これで半分です、ね、100点満点の試験の50点分、ね、50点満点でだいたい何問ぐらい正解すればいいのかなっていうのはやはりこれその年の試験の難易度によって変わってきます。例えば20問の試験のうち16問取ったらとりあえずいけるよとかね、14問取ったらいけるよって決められてるものじゃない、要は他の受験生がどのぐらいできるかっていうところでそこ変わってくるので、どんな勉強方法をするかといったら満点狙うような勉強はしません。もうあらかじめ言っておきます、ね、合格点を取るための勉強しかしません。だからもう最初から満点なんか狙わないんです、ね、とにかく取れる問題はしっかり取る、ね、見たことないような問題が出てきたら捨てる、ね、もうこんな感じでスパスパとね、きれいよくやっていきます。いいですかね。で気になるのはこっちだと思うんです。この書式と呼ばれる方、ね、これ記述式問題なんていう言い方もしますけれども、土地1問建物1問というふうにありますよね。でこれが25点満点ずつで両方で50点満点だと思います、ね、思いますというのはちょっと明確になっていないので、まあでもおそらくそうですよねっていう話です。この択一で50点満点、書式で50点満点、ね、この書式の中で土地と建物で、まあ、25点ずつの配分だと思います、はい、で具体的に何をやるのかって言ったらさっき言いました申請書と図面、そして申請書と図面、これを作成するのが、まあ、いわゆる土地家屋調査士の実技試験っていうふうにね考えてください。はい、まあ、どんなものなのか、ね、今お見せできる直近の平成29年の本試験の問題、後でねちょっとお見せしたいと思います、ね、平成30年の試験っていうのはこれ実はまだなんですね。これ収録している段階ではまだ平成29年のものが
ね、最新ということになりますので、ちょっとそれをお見せしながらお話ししたいと思いますけれども、問題文かなり長いです、ね、かなり長い問題文を読んで、こういった場合あなたが土地家屋調査士だとしたらどんな登記を申請しますか、ね、でその登記を申請することになったら、その登記の申請書、そして添付図面、図面を作成する、ね、申請書と図面を作成する、これを長い問題文から自分で判断していかなきゃいけない、ね、まあ、これが実技試験だと思ってください。はい、で出題形式のところに来ました。午後の部、多子択一式、これが五子択一です、ね、20問、ね、さっきこれで50点満点だというふうに申し上げたので、1問 2.5 点の換算になります。はい、そして書式、ね、土地に関する問題、建物に関する問題、さっき言ったように土地の申請書と図面、建物の申請書と図面、ね、これを作成するのがこの書式の試験ということになります。でそれぞれで基準点というのがあるので、100点満点のうちの合格点というのももちろん満たしていなきゃいけない。そしてこの択一問題での合格ラインというところも満たしていなきゃいけない。で書式に関しての合格ラインというのも満たしていなきゃいけない。だから択一これ満点取りましたって言っても、この土地の方、土地と建物の書式問題の方で一定の基準に達しなかったら、これは不合格だし、書式問題これ50点満点取りましたって言っても、択一問題の方で一定の基準満たしていなければやっぱりこれも不合格だし、ね、どちらもきちんと基準点を満たして、なおかつ総合の合格点も満たした人だけが合格することができるんです。これが毎年かなり大変、ね、もう毎年のように1点足りませんでした、 0.5 点足りませんでしたっていう声を本当に聞くんです、ね、だからもう本当に一生懸命やっていても、そういった悔しい涙を流してしまう人っていうのは毎年いらっしゃるんです、ね、これはここです、出題傾向のところ、ね、もう合否は僅差で決まる、本当にそうなんです、ね、だからもう土地家屋調査士試験の受験生っていうのは、これ勉強しないで臨むような人はほとんどいないです。ね、ちょっと失礼な言い方かもしれませんけれども、例えば宅建の試験とか、あとはこっちの測量司法の試験っていうのは、これはあまり勉強しないで受験される方っていうのも比較的多いんです、ね、でも土地家屋調査士の試験は違うんです。ほとんどの人がしっかり勉強した上で受験するってことは、どういうことかっていうと僅差で決まる。さっき言ったように 0.5 点足りない、1点足りない、ね、これで残念な思いをする人がたくさん出てくる試験なんです、ね、だからいかに他の受験生よりも 0.5 点でもいい、1点でもいい、ね、いかに他の受験生よりも点を取るかっていうところがね、これ大きなポイントになってきます。で言えるのは、丸暗記しただけの知識では合格点に達する回答はできない。だから講義の中でも暗記してください、覚えてください、こんな講義はいたしません、ね、ここがこうだからこうなるんだっていうことできちんと理解をしていただきます、ね、そうじゃないと点取れないからです。はい、でそのような学習をするためにレックでは、はい、一
応1年以上の、ね、期間をとってカリキュラムを組んでいます。はい、でスタート時期一応6月から9月というふうに、ね、書かれていますけれども、生講義を受講できる方というのは、一応9月がメインの講座の開講日ということになっています、ね、で通信の方っていうのはこれより少し早い段階で、始めることができると思うんですが、生で通われる方もこの9月の開講以前に14ページ15ページの下のところ、初めての土地家屋調査士講座というのを、今回少しリニューアルして、ここを少し厚くしたということになります。まあ初めてシリーズということで、このよくわかる数学、これ数学の知識が少し必要になってきます、ね、ただ数学って学生時代もちろんみんながやることだけれども、好きな人もいれば嫌いな人もいる。この数学の知識ってこれ様々だと思います、ね、ただ学生時代理系じゃなかった人はこの資格取ってもしょうがないよとか合格できないよとか、そんな試験じゃないです、ね、今から思い出して勉強すれば全く問題ないです、ね、だから嫌いな人、嫌いだった人、ね、このよくわかる数学というところで基礎をしっかりとね思い出すことから始めることができます、ね、そして初めての三角定規、ね、後で実物をお見せしますけれども、こんな定規をこんな風にね、使うんだなんていうのがね、これ、初めての三角定規の講座の中でお見せすることができます、ね、あとはこの初めての関数電卓、電卓使うんですけれども、この関数電卓というちょっと特殊な電卓が使えるんですね。でこの電卓の操作を覚えることによって、まあ、覚えなければ、ね、時間内に問題を解くことができないということになります、ね、でもう関数電卓の使い方なんかも一からやります。はい、それからこの初めての六法、まあ、今回六法というものを使用して、なんでここはこういうふうに答えるんだろう、あ、法律でこのように規定しているからだっていうところをね、少し理論を、ね、理屈で学びながら、ね、やっていこうかなということをね、今期から始めようと思っていますので、この六法についてもまずはこの初めての調査士講座でこんな風に使いますよっていうのをこれ大枠お話ししておきます、ね、そうすることによって講義の中ですんなりと、ね、六法を弾けるようにしていきます。はい、でこの初めての土地家屋調査士講座だけで全10回分あると思います、ね、だからこれをやった上でここからのインプット完成講座に入ってくることによって非常にすんなりと講義に入ることができると思います、はい、で14ページ15ページにある免除資格者コースというのが、これが先ほど午前の試験は受けませんよっていうふうにお話ししました。測量士法、測量士、建築士の資格を持っている方、ね、ここのコースを選んでください。で、12ページ、13ページにあるストレート合格コース、ね、これは測量士法の講座がパックになっています。5月に測量士法の試験を受けて、10月に土地家屋調査士試験を受けるという方向け。ね、で、それぞれに A、B というふうにありますが、ほとんどの方は A コースを選んでください、ね、じゃあ B コース何なんだっていうことですけれども、 B コースに関してはここに書いてあります。司法書士などの法律科目の学習経験のある方、いいですかね。もう司法書士として活躍されているとか、まあ、長く勉強しているなんていう方で、もう民法の知識はもう十分だっていう方はB コースでもいいかと思います。
ね、まあこのあたりは皆さんの、まあ、法律の知識、ね、これが自信があるという方は B コースでもいいかと思いますが、ほとんどの方はまあ A コース、ね、取っていただければいいかと思います。だから12ページ、13ページ、ここは測量司法もパックになっているコース。はい、で14ページ、15ページ。はい、こっちはもう免除資格があるよという方向け。ね、そんな風に見ていただければいいです。はい、で16ページ、17ページに、まあこんなテキストですよっていうのがざっくりとね、載せてあります。はい、まあ、このあたりはね、まあ、実際に、中見てみないとわからないというね、感じかもしれませんけれども、まあ、一つ言えることは、とにかく初めての方がきちんと合格できるような講義を行います。ね、で、テキストも本当に初学者に向けたテキストになっているので、ただただ法律の条文がずらずらずらと並んでいて、ここ読んどいて、ここ読んどいてみたいなね、講義は絶対にしないので、そのあたりは安心していただきたいと思います。はい、で実際に12ページ、13ページの下のところで、このように電卓だったり、あとは定規だったり、ね、出てきています。はい、でここにあるものを講義の中でも使っていくので、皆さんには受講されるというふうに、ね、なったら、これは各自購入していただきたいんですが、同じもの。これ関数電卓と呼ばれるものです。ね、で実際に本当にあの加減乗除の足し算掛け算、ね、引き算割り算だけではなく、まあ、こんなふうに、ね、ちょっといろんなモードがあって、で、他の受験生に差をつけるためにとにかく正確にスピードは速くということをね、これ求めていくようなね、モードがたくさんあります、ね、ただ当然基本まずしっかりやってからじゃないと、まあいいモードっていうんですかね、要は早く解けるモードっていうのも使っても全く意味がないので、まずは基本をしっかりと叩き込んだ上で、ね、こういった電卓の、機能もね、しっかりと皆さんにお教えできたらなと思っています。はい、であとは定規なんですが、はい、こんなものなんですね。これ今ちょっと私がね、特別使いやすいようにカスタマイズといいますかね、滑り止めとして使っているんですけれども、もちろんこんなものはね、皆さん購入していただいた時はないです。でここに数字がありますよね。500分の1、250分の1というふうにね、数字がありますけれども、この縮尺で図面を作る必要があるので、レックのこの定規、ね、500分の1と250分の1の縮尺メモリのついた三角定規っていうことになります。はい、でこれを使ってこんな風に組み合わせて、ここで横線を引いたり、あとはこう動かしてここで縦線を引いたり、あとはこんな風に組み合わせてやはり縦線を引いたり、ここで横線を引いたりということになります。はい、実際にまあ定規でね、線を引くなんていうのは次のガイダンスで少しね、皆さんにお見せできるかなと思います。はい、あとはは、い、先ほどちょっとね、申し上げました、これ平成29年の試験問題です、ね、でこれ2017年ということになりますが、皆さんが受けていただくのは2019年ということになります、ね、1年間しっかり学習して、受けていただくということになりますが、はい、もういろいろとね、これ私が実際に解いたものなので書き込んであります。まあ、こんなふうに、まあ、皆さんも書いて書きながら解いていくっていうようなことをね、これちょっと身につけていただくことになりますので、まあ、あくまでも参考までにね、もうあえていろいろ書き込んだものを持ってきています。
はい、そして1問目からずらずらとこの択一問題、要は五子択一というふうに申し上げましたので、5つの中から選んでいく、5つの中から選んでいく、これが20問続きます。20問まで。はい、そしてはい、いよいよ21問目に書式と言われる問題です、ね、これだけ見てもこれ何のことかわからない、当然です、ね、でも実際に皆さんは2019年の10月にこれが解けるように、ね、このような問題が解けるようになっていただきます。はい、1ページ、2ページ、3ページ、4ページ、5ページ、6ページ、7ページまであります。この7ページまである、これ土地だけですからね。建物入ってないですよ。建物この後またね、同じぐらい6ページぐらいのね、問題が続くんですけれども、これをまず読んでもらって、そして誰からどんな登記を申請する依頼が来てるのかなっていうのを自分が調査士になったつもりで答えていく。これが試験です、ね、で実際にこの回答をどのように仕上げていくのかというと、これが回答です、ね、ここに座標値っていうのがあります、ね、これを関数電卓使って出していくと思ってください。C 点、H 点、I 点という座標値求めなさい。はい、これ土地の問題の1ページ目に C 点、それから I 点、H 点、ここの座標値、座標値って皆さんこう学生時代やりましたよね。X がいくつで Y がいくつっていうあれです、ね、これをまず求めなさいっていうのが回答として求められる、ね、そしてやはり記述問題っていうのもあるわけです、ね、まあ、ここ読んでもちょっと今はピンとこないと思いますけれども、この登記を申請することの要否、要は必要か必要じゃないか、ね、じゃあその理由は何なんだっていうことをこのように明確にね記述させる。そしてこれを読んでどんな登記を申請しますよ、ね、添付書類は何が必要ですよ、ね、まあ、こういった申請書というのを書いていきます、ね、もうこういった申請書の書き方も何通りもねこれ覚えなきゃいけなくなってきますからね。はい、そして図面、ね、先ほどの三角定規を使って図面書いていくことになります。はい、いいですかね。はい、で建物も同じように問題文を読んで申請書を作って、ね、そして図面を作って、建物に関しては2種類の図面を作らなきゃいけなくなりますのでね、非常に大変になってくると思います、ね、ただ、まあ、これを聞いていただいて、あ、なんだか面白そうだなっていうふうにね感じていただければ、まあ私はすごくね嬉しいんですけれども、まあ土地家屋調査士の仕事、私がまず一番魅力を感じたのは、これ個人的な意見ですけどね、まず法律勉強しなきゃいけない、ね、でも外にも出て行って現地の調査だってバンバンしなきゃいけない、ね、隣地の所有者の方と話し合いなんかもしなきゃいけない、要は分かってもらうためにこっちは説明しなきゃいけない、ね、いろんな仕事ができるんです、ね、世の中なかなかないですよね、このような幅広い仕事、法律の知識も持ちつつ、ね、現場に出て測量したり、ね、まあ、こういった仕事ってなかなかないと思います、ね、で少しでも興味をね持っていただいた方はぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。ただチャレンジするというふうに決めたからには、これ本当に真剣に勉強しないと受かるような試験ではありません、ね、合格率も先ほど申し上げませんでしたが、まあ、8% 台です、ね、100人いたら9人受からない、
ね、そのぐらいかなり厳しい国家試験ではあります。ね、ただ、まあ、このガイダンスのタイトルにもね、あったと思うんですけれども、ね、初めてでも安心、素直な学習が合格への近道。ね、素直な学習、ここがまた一つのね、キーポイント。要はここをしっかりと勉強しておけば、これ合格がだんだん近づいてくるよ、ね、でもこっちをやりすぎちゃったら合格遠のいちゃうよっていうのがこれあるんです。で、初学者の方っていうのは、まあ、比較的皆さん素直に聞いていただける方が多いので、まあ、あまり変な風なね、ところに行ってしまうことはないと思うんですけれども、まあ、2年目3年目の受験生っていうのもこれね、実際にまあいらっしゃって、そういった方はどうしても細かい論点にね、こう目が向きがちになってきます、ね、だからもう本当にね、皆さんには一発で合格していただきたい、そのためにはここをしっかりやるんだっていうところをね、見極めて学習していただきたい、そのお手伝いはもういくらでもしたいと思います、ね、で、私は割と長く中上級の方をね、担当させていただいていたので、まあ、つまずきやすい箇所というのはもうこれ本当に重々承知しています。もう受験生がつまずきやすい場所っていうのはもう大体同じです、ね、で、それは自分が受験生だった時代もね、もちろん言えることなので、そういったところを皆さんにあらかじめお伝えして、その分かりにくい部分、つまずきやすい部分に関しては、そこをより丁寧に、ね、やっていければなというふうに考えています。はい、ということで、割とねまた伸びてしまいましたけれども、少しでも土地家屋調査士というね、仕事に興味を持っていただいた方、ね、ぜひチャレンジしてください。そして一緒に頑張っていきましょう。はい、では、ガイダンスこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。